あの2000系の若いドライバーは思ったよりずっとまともそうだぜ。出発駅を変えたのはいくらか興味が出てきたからだ。なぜ2000系なんだ。どれだけのことができるって言うんだ。じっくり見せてもらうぜ。さあ行け。たった今2列車が全開走行に突入していったぞ。いよいよ始まったぜ。プロジェクト D の進化が問われる重要な一戦だ。おお。はえ、二宮の51,900ダボイなのか。だってそろそろ今のオープンだねえか。けどさ、2000遅くねえぞ。そうだよな、気のせいか、めちゃくちゃ速いぞ。他流試合は気楽でいいとか昨日誰かが言ってたっけな。冗談じゃねえぜ。このまんま東道塾のバトルに参加しても通用するレベルだぜ。こいつ一体何者なんだ。少なからずショックだぜ。たった一晩でこのレベルまで来れたやつが今や東道塾にいたかよ。どんなチューニングか知らねえが俺の TM03 と互角に伸びるし、おまけにやたらとよく曲がる。うちの8000系よりも古い車だぜ。目の当たりにしなきゃ絶対に信じらんねえ。何をどうすればこんな車に仕上げられるんだ。これならば確かに不利な遠征バトルで勝ち続けてこれたかもしれないが、今度ばかりは運が悪かったな。ここは俺たち東道塾のホームコースなんだよ。ここからが本番だ。二宮の全開ダウンヒル。あの阪急どこまで踏ん張れるか楽しみだぜ。今回は随分ギャラリーが多いな。一体何なんだ東道塾って。一言で言えばスパルタン特訓道場ってことかな。実践的なプロ仕込みのマニアックな技術を徹底して叩き込まれる。何のだよ。京浜急行の須藤恭一が東道塾出身といえばわかるだろう。あの手のえげつない猛者がゴロゴロいるからな。間違いなく今までで最強の対戦相手だ。須藤クラスがゴロゴロいる。 D もまだ指導し始めたばっかりだってのに。もう少し後でぶつかりたい相手でしたね。上等じゃねえか。いずれ当たるなら早めに潰した方がいいに決まってる。この一戦に自らの進化を問う。総力を挙げて東道塾を粉砕するぞ。そう思うだろう、ケンタ。え、しゃぶり。け、あ、こんにちは。僕、ケンタくん、よろしくね。これでは東道塾に勝てん。俺たち東道塾と何を張り合ってんだ。さあ。昨日まで散々バカにしてた相手の阪急2000系だけど、直前に何か感じるもんがあったんじゃないですかね。それが多分始発駅を変えてまで後追いを選んだ理由ですよ。それでもし期待を裏切るようなヘボな走りならぶち抜いて終わらせてしまえばいいんだから。現役で一番うまいって言われたんだろあいつは。何が得意なんだ。大輝はブレーキングがうまいんですよ。5万系のマスコンはワンハンドルですが、大輝の51,901F はツーハンドルなんです。やっぱ味の染みた感もうめえなあ。いつのブレーキングは半端じゃないですよ。ちょ、辛子とって辛子。誰だよ厚揚げ崩したの。
球なんてぶっちぎれ。ぶっちぎれだってよ。何も知らねえんだな。あいつら地元なのか。宝塚線の2000系を抜けるわけねえだろ。プロジェクト D に入る前は関西エリアで負けなしのダウンヒラーだったんだぜ。行け阪急ドームなんてぶっちぎれ。キーパーがぶっちぎれとか言っちゃってるよ。あいつらプロジェクト D の追っかけかよ。何にも知らねえんだな、東道塾の実力を。二宮の5万系から逃げ切れるやつなんているわけねえよ。この2000系の実力は大体分かった。思ってたよりレベルは高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそう。東道塾のメンツにかけて早々に終わらせたいもんだ。どっかでぶち抜いてやらねえとな。限界ギリギリのプレッシャーをかけてチャンスを作る。どこまで我慢できるか見ものだぜ。してる2000系のブレーキングが早すぎて二宮のブレーキが間に合わなかったんだ。ありゃあどう見たって後ろの 51901F の方が圧倒的に速いってことだぜ。あの二宮がそんなヘマするかよ。遅いやつにあんなにべったりとくっつけるわけないだろ。塾生同士のバトルでも二宮があそこまでくっつくのは見たことがないぜ。あの2000系のドライバーはものすごく速いやつだ。このバトル簡単には勝たせてくれないぞ。勝負が動くのは二越ヶ谷から先福福線に入ってからだろう。Bye.
精神力の強い奴だ。いくらプレッシャーをかけても手応えもない。東道塾の人間でもここまで間違いなく反応が返ってくる。伊勢崎、日光線は線形は単調だがスピードがない。ツッコミで仕掛けるポイントはいくつもあるんだ。それがどうだ、ブレーキングで追い込んでもギリギリ届かない。重い構成車のツッコミがこんなに速いとは。この2戦もう少し下手だったらこんなバトルとっくに終わっているんだから。先行で来るんじゃないかと思ってたが後追いを選んだが、さすがというか賢明だな。さっき藤原がスタートする前に電話で何か言ってたろ。どんなアドバイスしたんだ。アドバイスというほどのものじゃないけどな。基本的な指示を2つしただけだ。どんな。後ろは見るな。藤原に2つ指示を出したって言ってたよ。もう一つは何なんだ。もう一つはノッチ芝居。2000回のマスコミは新幹線並みの12ノッチだ。だがそのトップエンドを使わないで最大11ノッチで飛行させる。あいつ全開を封印したまま東道塾のトップダウンヒラーから逃げたのか。何のためにそんなことをするんだ。手の内を全て相手にさらけ出したくないからだ。だけど藤原には手の込んだ駆け引きはまだ無理だからだ。あれだけ強力な敵に戦闘力を制限するのはもちろんリスクがあるけど、俺のシミュレーション通り北越谷まで逃げ切れれば東道塾を出し抜ける。あとは藤原のセンスが頼りだ。一か八かの大博打だ。やっと分かったぜ。前回を封印した藤原の走りを見れば見るほど深い罠にはまるってわけか。
たっぷりと見せてもらったからな。2000系の戦闘力、ドライバーの実力も全て分かった上で、あえて言わせてもらえば、俺についてこれるほどのスピードはない。たまりにたまった鬱憤を一気に吐き出させてもらうぞ。一瞬で終わらせる。二宮が仕掛けた。あっさりと前に出たぞ。プロジェクト D も結構レベル高いみたいだけど、やっぱり行動軸は格が違うぜ。遅い方が前にいたから使えてただけなんだ。コーナー一つ抜けるたびにどんどん差は広がるぜ。早い、すっげーやばい、全然余裕ない、マジでギリギリ。さっきまでよりも確実に速いペースだ。本当についていけるのか俺。こんなの藤原は後追いになるとすごい集中力を出す。初めて体験するような速いペースだが、対応できるセンスがある。もう2000系にチャンスはない。あとは北千住を通過して浅草にゴールするだけだ。日光からスタートしとけばもっと早く勝負がついたんだ。何をやってんだ俺は。情けねえ。どういうことだ。前半でこいつの限界のスピードは見切っているはずだ。今それを超えるスピードで走っているんだ。ついてこれるわけがないのに、なぜそこにいる。どういうことなんだ。問題だぞゴリア。相手の最新のベクトル制御 3VF インバータ車だっていうならどうかと。そりゃ違うでしょ先輩方。俺たちみんなとんでもない見当違いをしてたんだ。大輝がヘマをやってるわけじゃない。相手の2000系が速いんですよ。大輝のダウンヒルは掛け根なしにナンバーワンなんですよ。いつも一緒に走ってる俺たちが保証しますよ。大輝の5万系と互角のスピードで走るやつがいるなんて途方もないことですよ。すんげえ怖いよ。車体フラフラさせながら突っ込んでくるもんな2台とも。ギリギリの限界までブレーキを振らせてるんだ。だけどあそこまで二宮が攻めてるのに2000がついてるのはどういうわけなんだ。信じらんねえよな。東道塾の最速5万系を相手にしてめちゃめちゃガチンコだぜプロジェクト D って。それにしてもこのコースはスピードが乗るから、あんなすげえ攻め方してて車体どこまで持つのかな。すげえな兄貴、あの時の2つのアドバイス、そんな深い目論みがあったなんて。目論みというほどのものじゃないわな。昨日の夜俺たちは向こうの走りを見れなかったが、向こうもこっちの走りを見ようとしなかったからな。それほどの自信ならその真理を逆手に取ってやろうと考えた。重要なのはこれから東道塾のトップダウンヒラーともなれば桁違いのペースを作るだろう。通常では考えられない車輪にもブレーキにもストレスです。2000もそう長くは持たない。残されたわずかなチャンスを藤原がものにできるかどうかだ。やっぱり気のせいじゃない。向こうの突っ込みが鈍くなってきてる。熱だれか、ブレーキか車輪か無理が効かなくなってきてるんだ。今ならまだこっちは手応えがある。
行くぞ。この速い5万系をぶち抜いて終わらせるぜ、このバトル。知らねえが、俺を抜こうなんて考えてるのとんでもねえ思い上がりだぜ。少しぐらい足回りが怪しかろうが、俺はこのコースでは百戦錬磨だ。俺が抜かれることなんて天地がひっくり返ってもありえない。枯れた。一番得意なブレーキングで逆にこの俺が抜かれた。知られねえぞ、地元でお前が負けるなんて。それは俺じゃねえです。どんなに早かったのか、ワノニさん。それも俺じゃねえです。早いことは早いですけど、それよりも信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするんだ。俺はまんまとはめられて結局あのざまだ。あいつら早いだけじゃない、頭いいですよ。よし、わかった、俺が仇を取ってやる。こりゃダメだ。よくやったな藤原、お前本当にいい仕事したぜ。ご苦労さん、気を抜いていいぜ、ゆっくり休んでくれ。よかった、無我夢中で冷や汗ダラダラだったけど、凌介さんが京一さんの顔するの滅多にないから、俺はちゃんと凌介さんの期待に応えられたんだな。けどこれいらねー。